はい、ご視聴ありがとうございます。前回ね、動画でこちらのね、VT さんの刺す美容液リードルショットをね、紹介させていただきました。見てくださった方ありがとうございます。で、そことね、同じショップさん VT さんがね、販売されているシカ日焼け止めシリーズのね、紹介を今回はさせていただきたいと思います。はい、こちらね、手元に3品あるんですけれど、じゃあまずこちらから紹介させていただきますね。はい、こちら1点目はシカエアリー UV スティックになります。はい、こちらはですね、 SP50+PA+4 ということで、コンセプトがね、さらっとした塗り心地で快適に UV ケアができる、すっきりした潤いを満たし弾力のある明るい肌へということです。はい、実際にね、こちらちょっとお見せしますね。はい、もうすでに私何回か使用しております。こんな感じでね、ここをね、くるくる回して中身を出す感じの繰り出しタイプになっております。でね、匂い気になると思うんですけど、そんなにツンツンとしたね、匂いはありませんね。はい、全然ね、匂いは気になりませんね。はい、ね、内容量がね、20g です。だいたいこういったね、スティックタイプって結構いろいろ使ってきたんですけど、だいたいこれぐらいのね、20g っていうね、容量が多いんじゃないかなって思いました。こちらのね、商品の名前がエアリースティックといっていう商品名なんですけどね。で、空気のように軽くフィットしてさらっとした快適な使い心地となっております。ということで、はい、実際にね、手の甲にね、塗ってみますね。全然ね、塗ってる感がしないですね。クリームとかだとちょっとやっぱりね、ベターってする感じはね、どうしてもあると思うんですけれど、そういった感じが全くありません。むしろついてるのっていう感じですね。そんな感じで多分つけ心地が軽いなって思いました。あ、こんな感じがエアリーなのかなっていうふうに思いましたね。保湿成分も配合されているので、紫外線による乾燥ダメージからお肌の潤いもしっかり守ってくれます。私はね、今までいろんなね、日焼け止めを使ってきたんですけれど、スティックタイプが一番自分に合ってるんじゃないかなって思います。スティックタイプの特徴といいましては、まずまあこんな感じでね、さっとね、蓋を開けて取り出して片手でさっさっさっとね、塗れるところですね。そして手をね、汚さずに使用できるということですね。あと、こうベタベタ感がないっていうのもいいですね。あとはすぐにキャップをパチッとしまえるので、もう持ち運びには本当にもってこいなんじゃないかなって思いますね。はい、こちらのね、 UV スティックおすすめです。はい、そして次に紹介させていただきます商品はこちらのパクトタイプになりますね。で、お名前がシカエッセンス3パクトとなります。まだ私ね、これ1回も使ってないんですよね。ちょっと開けてみますね。こんな感じで鏡がついてます。これ剥がします。剥がして、色がね、こんな感じで緑色で綺麗。こちらのね、パフがついております。で、こんな感じになってますね。で、これね、剥がしますね。ペロペロペロ、はい、はい、剥がすとこんな感じで、あ、なんか綺麗な色になってますね。こちらはですね、エッセンスバームタイプとなってますね。こんな感じ。ここに塗りますね。ちょっとなんていうのかな、こってり、バームタイプっていう感じだけあって、こんな感じですね。さっきのスティックタイプとはちょっとやっぱ違いますよね。結構白くなる感じなのかな。で、これはね、しっとり密着して自然なトーンアップ
ということで、すっきり潤いで満たし、弾力ある明るい素肌へという感じみたいですね。やっぱトーンアップっていうぐらいで、やっぱ肌をね明るくさせてくれるんじゃないかなって思います。匂いはどうだろう。なんか若干匂いなんかいい匂いがするな感じですね。でもすごい、肌とね馴染みましたね。はい、ちょっとここでね、VT コスメティックさんのねサイトをね見ながらちょっと説明させていただきますね。はい、こちらコラーゲンが配合されています。弾力ある肌をキープということで、肌トーン補正、張り弾力アップ、日中も化粧崩れゼロ、華やかな肌をキープ。コラーゲン配合により張り弾力のある肌へケア。3色のカラーがどの配色にも自然に馴染んで、くすんだ肌を明るく仕上げます。あ、3色カラーっていうのはこちらのことかな。水色と緑と白っていうことかな。こんなこちらのカラーがね、どんな肌にも馴染むということです。肌は美しくキープ、紫外線は強力ブロックということでね、UV バクトが肌へしっかり密着して化粧崩れしにくいために、夏の日差しから肌を守ります。すごいですねこれ。シカヒアルロン酸とか、まあ、コラーゲンとか、まあ、いろんなすごく肌にいい成分がたくさん含まれております。スキンケアの後に適量を専用パフに取って、顔全体にまんべんなく押し当ててなじませます。はい、ということでね、こちらの商品私もこれからどんどんね使っていきたいなと思いました。はい、そしてね最後に紹介させていただくのはこちら、はい、エッセンスタイプのね日焼け止めになります。こちらの名前はシカエッセンス3になります。こちらは水分エッセンス 60% 配合で、ベタつかずに潤う爽やかなつけ心地ですということです。はい、ではね実際に塗ってみたいと思います。この辺ここでいいか、腕に塗りますね。はい、こんな感じですね。結構こってりしてるのかなと思いました。で、意外と白っぽいですね。もうちょっと透明かなって思ったんですけれど、ですごく伸びがいいです。水分エッセンスが 60% 配合ということなので、やっぱりみずみずしい感じはしますね。さっきの少量で結構伸びますね。で、塗ってると若干ね匂いがします。スーッとするね匂いがしますね。はい、そしてねこちらね、ベタつかず潤う爽やかなつけ心地で、バリア機能をねサポートする成分や水分エッセンス配合で、テカらずね素肌に軽くひんやりなじみますということです。で、こちらのね商品もね、エイジングケアなどヒアルロン酸やセラミドなど配合されているので、お肌にも優しい商品です。そうですね、そんなにベタつき感はありませんね。やっぱこちらのスティックタイプに比べたら、若干ベタつく感じはあるかなって思いますけれど、でも広範囲にね塗るんだったらこちらのエッセンスタイプがいいのかなって思います。はい、今回ね3点のね日焼け止めを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、まだまだね日差しが強くなる季節が続きますのでね、皆様もしっかりねお肌をね紫外線から守ってくださいね。はい、そしてねちょっと余談なんですけれど、こちら VT さんにね、日焼け止めのね使用方法っていうのかな、ちょこっとね載っているのでね、読ませていただきますね。はい、こういったね日焼け止めはね
スキンケアの最終段階または外出する20分から30分前にご使用くださいということで、UV ケアが、ね、必要な箇所に優しく塗り広げた後に軽くハンドプレスしてなじませますということですね。はい、やっぱり一回塗っただけだと日焼け止め効果ってなくなっちゃうので、私の場合はやっぱり適度にね塗るようにしております。はい、最後までご視聴してくださってありがとうございました。ハッピーライフ。